エミー賞受賞アンナサワイ、米タイム誌次世代の100人、選出に喜び、今年の運使い果たしたかも。今年の米エミー賞で主演女優賞を獲得したアンナサワイ、32が5日までに自身のインスタグラムを更新。2日に米ータイムから世界で最も影響力がある、次世代の100人に選出されたことを受け、喜びのコメントを綴った。 写真あり、エミー賞、将軍将軍、キャストやスタッフの前で真田ダの国境を越えた。サワイは、誰かが私が今年の運を使い果たしたと言ったけど、それは本当かもしれないと英語で投稿。2024年の次世代の100人に選出してくれてありがとうとタイム誌に感謝。また同志では米配信ドラマ、将軍将軍、 で共演した真田広之のコメントも掲載されており、沢井について地球上や宇宙におけるどんな役でも演じることができ、時代劇でも未来に関する映画でも何でもこなせる才能がある。これからますます活躍の場を広げていくだろうと評価していた。これを受け沢井は泣き終わったと思ったら、また泣かせてくれた真田広之さん。 ありがとうとコメントを寄せたサナダにも感謝の思いを綴った。将軍は日本の戦国時代を舞台としたドラマ。米テレビ界最高の栄誉とされる今年のエミー賞で18冠無理に輝いた。サワイはダンスボーカルグループで活動後、俳優業に専念し、堪能な英語と確かな演技で海外の話題作への出演を重ねてきた。将軍では、 サナダ演じる武将ヨシ虎トラの家臣となった英国人公開誌の通訳を担ったマリコを演じた。同志は政治、芸能、スポーツ、学会など様々な分野から今後活躍が見込まれる若手の人物を次世代の100人として選出している。